大谷ゆ里子の一言言いたい応援してくれた皆さんに感謝の気持ちを伝えたいというふうにここにやってまいりましたこのシワスの飯、e、野ホールに大谷ゆ里子が帰ってまいりましたどうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください あありがとうございますありががととううごござざいいまますす本当に、ね、もうどうなるかわからないまんま、なんか師走に突入したんですけども、今日本当に大谷由梨子の報告会ってことで、みんな、余計に何があるかわからずに来ていただいたメンバーには本当に感謝してますで、またね、あの今回の衆議院選挙では、本当に全国から応援していただいたことにも、本当に感謝してます、どうもありがとうございます。 まあ実は本日本当だったらこの場所で毎年行われている全国公私オーディションというのをやるはずだったんですそしてまあここを抑えてたんです、まあ、去年はコロナ禍で無理だろうと1年はお休みしよう10回やったしでも2021年はできるような東京オリンピックもあるし できるような正直一昨年思ってました皆さんも思ってたんじゃないですか去年はダメでも来年はオリンピックもあるし何か明るい大丈夫だろうと思ってたと思うんです私も思ってましたでもやっぱり今年に入って事前対策講座もできずでもいいねホールさんしっかりしてるんですこの会場キャンセルできないんです <laughs> どうする ね、やったらやったでお金かかるしやらへんかってもお金は払ってるしどうするせっかくやし、まあ、本当に興味ある人興味持ってくださる人だけ集めて私のこの1年間の報告会させてもらおうかもうどうせキャンセル聞けへんしっていうのでこれをやるって決めたのが衆議院選挙終わった11月に入ってからです。 もう1か月もない中でもう散々みんなに言われましたそんなもん12月12日ってスケジュールもう入ってるわとかもうそんな言うてくれても遅いわ言われましただから今日怒られてる方は多分時間とお金がある方ばかりだと思っております <laughs>、ね、ありがとうございますしかもね今日はね 福岡からといいね北海道からといいねあの来ていただいて本当に感謝しています、まあ、私自身はこの場をお借りして本当に皆さんに伝えたいことがあるしここにおられる皆さんにこれから伝えてほしいことがあるんですそれは何か政治に無関心でも無関係でいられないそんな時代になってるんだっていうことを 私も伝えたいし皆さんにも伝えてほしいそんな思いで今日の報告会をやらせていただくそう決心したんですこの間の衆議院選挙投票に行かれた方国民の 58%59% なんかそのぐらいのデータが出てるんですけれども皆さんこれってね世界で何位ぐらいやと思います、まあね、あんまり後ろの方出て唾飛ばしたらあかんのでこの前に座ってる 石川和夫さんたりに聞いいてみたいなと <laughs> そうもうねもう毎,毎月本をガンガン出してる石川さんとかに聞いてみたいなと思います。ないぐらいでも世界でこの日本の、ね、選挙に行く人もう最下位に近いんだ133位とかねそれこそあの前回の参議院選挙とかでも138位とか,なんかそんなほとんど103もう本当に後ろから数えた方が早い。 よその国はね90%とかって言ってる国があるのにもうこの政治への興味のなさってなんやねんでも私も講師として言ってきましたお客さんとの話で政治と宗教とお金の話はタブーやとかって結構ね営業マンケーとかではね皆さん言われてきたんじゃないですかねでもこれそんなこと言ってたらあかんよな そんなことを思ったらあかんよなそして私に火をつけた言葉がありますたまたま本を読んでたら出てきたんです政治に興味を持たない民は愚かな政策者に滅ぼされるよっていうこの文章を見たときにあかんなんとかせんなあかんのんちゃうかなっていうのがそもそも私の原点なんですけれどもじゃあここに至るまで 今日、ね、初めて大谷流子の話を聞くっていうのでね来ていただいた方もあるんでちょっとここまでのプロセスをお話したいなと思います、まあ、私自身はもう本当にちょっと変わった小惑星でしたもう本当にねあのアクリルス通知表にでもかつてはねそんな多動症なんていう病名もなかったし学習障害なんていうこともなかった時代ですでも私は毎回通知表に書かれてました 協調性がない落ち着きがない友達がいない必ず通知表に書かれたんですけどそんなん放ほっといてやってね小学校1年2年なりに思ってたんですけどもこんな私が自分にぴったりの国を見つけたのは私たまたま小学校2年でうちの父親が研究者で医者だったんですけれどもアメリカの陸軍病院で研究するというのでアメリカに渡ったんです。 私は小学校2年生の私は父親に連れて行かれました家族5人弟2人と母親と行ったんです行った先がアメリカのダラスというテキサス州というね本当にもうメキシコとビッグベンの川を渡ったらメキシコで常に川を横断している馬がいて時々メキシコから人がこっちへ来るというね 本当に南部の州だったんですけれどもここが妙に私に私はあったんですこれね YouTube の中 you でも語ってるんですけれども私はその小学校に転校生として入ってきましたもうカルチャーショックそれまでは日本で皆さん給食って言ったら給食当番が給食配って、ね、ここになんかスープ置いてパン置いておかず置いてなんか置き方まで決まっゃうナプキン持って行ってアメリカの小学校行ったらいきなり カフェテリアですよ自分の食べたいものを自分の食べたい量言わなあかんっていうねそしてか,かたやねお弁当を持ってきてる子もいてるまたうちの親いいかげんですからねはい学校に掘り込んだまんまどこかに行ってしまった私はお金を1円も持たずに学校にいるわけですカフェテリア日本の給食みたいにただで給食くれませんよお金払わなないいと食べれないんです なんかたぶん頼み方もわからないお金も持ってない私はどうしたらいいの英語もわからない人間ってね申し訳ないけどトイック取らんでも言葉通じるんです私お金ない,いどうしたらいいの言ったらねなんか通じたんです <laughs>、ねね、で人間ってやっぱりトイック勉強せんでも気合と根性でだって私いつも言うんですよそれトイックも大事です t、ね、トイック取ることが悪いことでも何でもないですせけど絶対 コレキオね別にトイックまあロシア語ですからねでも多分そんなに語学足んないと思うん伊藤博文さんがそんなに英語足んないと思うんでも行って向こうで勉強してきてそれこそ高橋コレキオさんは向こうでロシア革命まで起こすんですよだから思いがあるってことはどんだけ大事かっていうね私はだから昼ごはんとにかく食べたかったんですねそしたら私1の子は言うのにね これも英語で言われたから何言われるか分からへんけどなんか分かるんですよね不思議とねあこに並べばいいって言われたんですよでその並んだところは何かっていうとさすがアメリカの小学校ですお昼になると給食のお金が払えない子たちのためにカフェテリアの回数券を配ってくれるボランティアの人たちが来るんです、ね、なんか知らんけどそこ行ったら食券もらえてでなんか ご飯頼めたみたいなね、人間力ってそういうもんです。私は。そんなとこから始まったんですけども。アメリカの南部っていうとかも究極の多様性です。やっぱり片方はね、なんかもうメキシコからね、もうやってきたメンバーがいれば、もう担任も黒人の先生がいて。それこそ一方では。もうすごい。綺麗な。金髪の。もう白人の先生もいて。 そして住んでるところも片やねもう高級住宅地、も当時ね、まあ、40年、50年前でも,もうなんかセキュリティしっかりして警備の人が立ってるような街に住んでる友達と一方ではこうメキシコから移民できた人たちで10人家族で 3LDK に住んでるみたいなねそんな人たちもいるんです、だし、どっちにも馴染めるんです、<laughs> 人間強いですね。アメリカって やっぱり自分で自分の欲しいものを言わないと本当にだめな国だったんです何したいのどうしたいの体育の授業なんかないですよはいサッカーしましょうはいバレーボールしましょうみたいなでも私はすごくそれが身についたんです自分の言いたいことは言う自分で考える自分で行動するそんな子が日本に帰ってきたらどうなるか皆さんのご想像の通り いじめられますだってそうでしょう、もう嫌な子ですよ、近所のお母さんがね、みんなでプール行こうって連れてくれるんです、みんなね、じゃあアイスクリーム買ってあげようか、近所のお母さんが言うわけです、私は違うんです、アイスクリーム買ってあげようか、みんなわーいって、いや、私、たこ焼きがいいです、わ <laughs> かります、もうね、場を読めない、こうナンバーワンみたいな感じで、近所の人には言われました。 ちょっとゆり子ちゃんは変わってるわーみたいなそんなところから始まった私はやっぱり友達できないです友達ができない子ってどうなるかやっぱり何かに没頭していくんです私が没頭したのは何やったか友達と会話しなくても辛くないものって何やったかこれが私ゆくゆくまさか 50年後に生きてくるとは夢にも思ってなかったんですけども人生ってつながってるんですだから私自身は研修ではずっと言い続けてますもし変えたい未来があるんであれば今の行動を変えるしかないんだもし変えたい未来があれば今の行動を変えようねってことをずっと言ってきたんですけどもまさにその原点です私はどこに行ったか読書ですもう片 私すこれがまさかね後々自分の人生にいろんなベースがここでできていったんだなと今やから言えるんですけど。